皆さんこんにちは、パラマイドル高坂キラです。今日も始まりましたのけんち TV。 今日はですね、またまたエクストリームなことなコンペを紹介していきたいと思います。前回紹介してからあんまり日が経ってないんですけど、前回の紹介を受けて、あ、こういう感じなんだって掴んでくださった皆さんがですね、ガンガン投稿していただきました。ありがとうございます。ということで、あっちゅう間に作品が集まっていきましてですね、今もう40とか50とかあったりするのかなぐらい流れてるので、よかったらですね、Twitter を見てる方は、ハッシュタグのエクストリームフォトコンペっていうのを押して、皆さんの作品見に行っていただけたらいいかなと思います。では、そんなハッシュタグで繋がっている作品たちを紹介していきたいと思います。まずは、のばっこさん。大運動会、ゴール直前でこけてしまったももかぷる。優勝したのは青いプチ会かと思ったら、写真判定でまさかの逆転劇がということで、確かに大草原っていう感じなところで撮られているので、なんかすごい広い原っぱ公園もっと広いよねっていうところで写真を撮られてまーす。トラックに見立てたこのね、ボードの上にラインが引いてあって順番にね、こうね、走っている雰囲気が出てるんですけど、こうね、向きを変えてみると、あれあれあれ、一番最後に出てきたのはなんとももカップルから飛び出したあの子ということでですね、ちょっとこれ遠隔で出してるからずるいかなとか思うんですけど、そういったね、可愛らしいジオラマと一緒に草原で撮ってくださいました。ありがとうございます。つるぎさん、ダブルオークワンタを改造した竜装レッドさん、今日はエイパムさんと戦っているようです。ダブルオークワンタから竜装レッドに変わって、なんとエイパムポケモンと戦っている。言葉だけ聞くとびっくりなんですけど、なんとポケモン GO の画像の中に作った竜装レッドさんを置いて、本当にね、戦ってます。でもこれモンスターボールピッていったら竜装レッドもこうゲットできるんじゃないかなって思うような絵なんですけど、これね、スマホだからアプリを開いてやるっていう新しい写真の撮り方ですごい面白いなと思いました。だからね、皆さんもね、このポケモン GO シリーズやってみると面白いかもしれないですね。だから出会ったこのポケモンたちとモンスターボールと、さらに自分の作ったプラモデルを並べてみる。ぜひやってみてください。面白い写真ありがとうございます。トマさん、山形にはその名もジオン寺というお寺様がありまして、一度撮ってみたいとずっと思っていました。メガサイズシャーザクと共にお出かけしました。すごいね、メガサイズを持って歩いてたんですね。すごいですね。こう写真で見ると、サイズ感がわからなくなっちゃうので、まあ、後ろのね、お寺の方が壮大なんでね、ジオンの総本山みたいなところにザクがいたってことなので、まあ、これはね、サイズ3なんじゃないですかね、このお寺はね。すごいですよ。本当にジオン寺っていうのはあるんですね。ちなんだプラモをちなんだところに持っていくっていうのも面白いポイントかなと思うので、ぜひぜひ皆さんの近くにあるそういうお寺だったりとかっていうのも、ぜひぜひ一緒に取りに行ってもらえたらいいかなと思います。工夫した作品ありがとうございます。続いて、チャラカさん。144分の1、100里。お気に入りの海岸で撮影。天気が悪く風も強かったので3回ほど落下。次回は釣り糸で命綱用意しますということで、かなりの岩場というか、すごい荒々しいところで撮られてるんですね。お気に入りの海岸ということで、すごい広がった世界の中に構えているですね、百里がまたかっこいい。で、構えているからこそ、このね、岩場がね、スケール感が変わりますよね。もっと大きな岩場に見えるんだけど、実際は144分の1は手のひらサイズっていうのが、こうね、写真の上手に撮られてる例かなと思いまーす。で、イケポチャとかもありますけどね。そう、水場があったりとか、で、さらに岩にね、すごいポジションで立ってますね。これは確かに3回ほど落ちると思います。落ちて自然なウェザリングになったのかなと思うんですけど、またそんなね、歴戦の100にもいいかなと思いまーす。いや、すっごい場所に立たせてますね。壮大すぎる。もう100にどうこだみたいになってますけど、上に立ってる姿もかっこいいです。ありがとうございます。ゼタさん、破損したザクの上でハロが遊んでました。制作期間の都合上、ハロコンペには間に合わなかったのですが、たまたま野外が似合うデザインだったので、初めての缶スプレー塗装でわからないことも失敗もたくさんありましたが、いい勉強になりました。楽しかったです。ということで、結果作るのが楽しいって言っていただけの一番嬉しいコメントなんですけれども、なんと動画で届いておりまーす。まあね、ザクの上にっていう転がってるようなハロちゃんがね、よく撮ってるなとは思うんですけど、とってもね、キラキラして可愛らしい作品かなと思います。そして、そのザクにはまだ続きがありまして、そのザクさんまだ堪能してます？危ない！実は、搭載ギミックは揺れるおもちゃというだけじゃなくて、物合いも光ります。キラーン！ゆらゆらさせようとした都合で稼働はもうできません。あ、そうなんだ。実は、サビ塗装がまだ未完成ですが、今回ここまでということで、写真でも送ってくださいました。ゆらゆら揺れる中にですね、実はね、こう、汚れたりとかね、やられたダメージ加工とかを施しながら、そういったところも遊んでくださってます。だから歴史を感じる感じですよね。そうそう、ザクの上にハロが乗ってると。ありがとうございます。そしてまたまた、チャラコさん。キエンザンということで、フィギュアライズスタンダードのクリーン。撮影中に帯の端を紛失しました。あ、ほんとだ！途中から帯がなくなってる。あー、なんと！フィギュアライズスタンダードのシリーズのドラゴンボールの、全部ね、出来がすごいいいんですけど、まさかね、外で紀元山をしに行くと。またこれもね、壮大な感じになってます。すごいあれだよね。荒れ果てたというか、戦いなどにボロボロになっている土地の上でやってんのかなみたいなぐらいの雰囲気になってきますね。そう、世界観に合う場所を探してこうやって取りに行くっていうのはとってもいいかなと思うんですけど、途中で帯がなくなっちゃったんですが、こうね、水辺のところ、本当に水が流れてるところを取ってるのかな？なんかね、滝行をしているようなね、クリーンもまたいいなと思います。そして空に向かって紀元山のこれがね、めっちゃ光り輝いてるのもすごいいいなと思うので、いろんなパターンでね、写真を撮ってストーリーを作っていただきありがとうございます。ロセさん、お外の植木鉢でパシャリ、緑な空間には迷彩、ミリタリー、HG 漏洩を狙撃型に改造し、カモフラージュマントを装備、周りに馴染んで良いですね。ということで、カモフラージュマントを装備しているということで、すごい緑感が強いんですけど、でも模様だったりとかいろんなとこ工夫して塗った後にこういう遊びがある撮影をしてくださってます。鉢植えっていうことなんですけど、でも全然ね、このごちゃっといろんなものがこう出てたりとか、木の感じだったりとか、緑の感じだったりとか、いろんなものがあって、すごい雰囲気がある写真になってるかなと思います。そして、周りの鉢が見えないようにするだけでも、こうやってそびえ立ったところに、こう隠れながらスナイパーをしている、そんなローエイちゃんが浮かんできまーす。こう角度を変えるだけでも雰囲気が変わっていくので、外でね、切り取ってうまく写真を撮ってくださってます。ありがとうございます。もひろさん、皆さんこんにちは。お風呂もはい、昼食もとり、一息をついてるもひろです。ありがとうございます。試しに外で何枚かヒーローとハロシで、こんな感じでいいのか心配ですが、とりあえず分かったこととして、写真は奥が深い。角度を変えるだけで見方がだいぶ変わります。と、写真を撮りながらですね、いろいろ悪戦苦闘したコメントをいただきました。ありがとうございます。こうね、ハロッチをね、こう片手に持ちながら休んでいる、そんな感じの風景が見られます。こう、あれかな、ベランダの柵かなんかにね、こうね、巻きつけながら撮ってくださってるのかなと思うんですけど、外のね、雰囲気がまたね、出ているので、背景が壮大なところでこう、一休みしている、そんな感じが撮れます。同じ場所でそのまま撮られてるはずなんですけど、下からのアングルにするだけでこう空が映ったりとか、後ろに映る背景がね、どれだけっていうのもまた変わってくるので、もう全然違う写真になっていて面白いですよね。っていうのを多分撮りながら面白いなって感じていただいたのかなと思います。ありがとうございます。ホビルブさん、初エクストリームフォト、月が綺麗だったので背景にしてみたのですが、月が明かりすぎて夜感が出てません。エクストリームフォト、奥が深いですね。チャレンジする機会を作っていただいて感謝です。ということで、今回、月を思いっきりバックになるような撮り方をしてくださってます。本当ですね、満月のように明るいので、太陽なのか月なのかっていうぐらい、すごい明るい写真になっています。だから角度だったりとか、飛んでる場所だったりとかっていうの、こだわりがありそうですね。この逆光な感じとかでね、下側が暗く見えてくるっていうのも、また写真の面白いことかなと思うので、またね、いろんなタイミングとか、晴れの日とか雨の日とか試してみてください。ありがとうございます。ともさん！キャンディー塗装の練習をしていたのになぜか中上表現風、サビ風になった可動域の極端に少ないゾック。この爪金網に引っかかるという気づき。ひょんなとこで出番だゾックということで、すごー！こんなバランスでよく引っかかってますね。すごいですね。で、外の金網というかフェンスにね、こうよじ登ってるような可愛らしい族ちゃんなんですけど、結構ね、この汗た感じの色合いになってる、こう鋳造風になっちゃいましたっていう、その作品がまたね、いい感じだと思います。なかなかね、塗装でうまくいかないことがあるかもしれないんですけど、そこでね、また発展して、どんどん塗り替えてもらったりとか、こういう似合う場所に持ってって作品にするっていうのもすごいいいかなと思うので、また挑戦してみてください。ありがとうございます。右の靴下さん。本当は収穫する野菜があればよかったんですが、時期が早いので、積みに困りました。もうすぐ梅は収穫できそうです。ということで、トラックがですね、こう土の中を走っている、そんな風景を撮っていただきました。土だけじゃなくてですね、どんどん草むらの中をこうかき分けながら走っていったりとかですね、いろんな風景でですね、置いて楽しんでくださってます。で、後ろにですね、梅なら収穫できそうということで、実際に収穫したものかなを上に置いてくださったりとかっていうので、雰囲気を出していただいてます。確かにね、トラックとかね、いろんなね、荷物を乗せてあげると、その季節感があったりして可愛いのかもしれないですね。ありがとうございます。ジョーカーさん、MG ザクバー 2.0 をエクストリームフォトコンプに投稿させていただきます。ありがとうございます。素組みですが、なかなかかっこよく撮れたかなと思っています。ということで、素組みなんですね。すごいですね。なんか、写真の撮り方が本当に上手で、角度だったりとかポーズだったりとか切り取り方がとっても上手い方かなっていうのを思いました。で、空も青空の一個バックにするだけっていうだけでも変わるんですけど、多分光の浴び方とかもね、角度を考えながらうまく撮ってくださってるので、とっても素組みには見えないですよね。で、なんか色を塗ってあるのかなと思うぐらいかっこいい雰囲気が出ています。ありがとうございます。そしてまたジョーカーさん。桜が咲いた頃にドラえもんとお散歩してきましたということで、ドラえもんがすっごいにっこりとこっちにね、手を振ってくれながら、後ろにはほほんと車内風景がね、広がってますね。で、桜をバックにするとね、また明るい色合いになって、可愛らしいドラちゃんに合ってるのかなと思いました。なんかこれね、このままね、ドラえもんの世界に行けそうな感じですよね。ありがとうございます。ひろしけいさん、どうしたらいいんだろう？実は初投稿です。ガンダム立像っぽくということで、そびえ立つ雰囲気に合わせて、お空をバックに撮ってくださいました。空だけじゃなくてね、ちょっと後ろに見えるね、草木もね、またいい感じにね、スケール感というか、遠いので雰囲気が出てますよね。18メートル級だから、木が生えててもあれくらいの高さなのかなとか、いろんなこと思っちゃいますよね。立像バックっていうことで RG を多分撮ってくださってるのかなと思うんですけど、これね、ワンポイント。多分足元をちょっと切るだけで、もうちょっとスケール感が増すと思います。思い切って写真を一部切り取ってあげるってすると、サイズ感がわかんなくなるんですよ。144分の1って本当にこんなものちっちゃいので、それをこのね、外の風景と合わせて大きく見せるっていうのをまた次回やってみてください。でもね、すごいいいね、立ち姿だったりとかね、背景の選び方されてるかなと思いました。ありがとうございます。ザクキチさん。地元の桜の名所で嫁さんと花見に行った時に撮りました。桜に合う刀をザクに装備させてみました。ということで、皆さんね、桜の時期に撮ってるってことは、もともと外で写真を撮るっていうのをすごいしてくださってるんですよね。おー、まさにコンペを待っていたかのような先読みありがとうございます。でですね、今回はザクを刀を持たせて和風な感じにした上で桜をバックにということで、かなり雰囲気が出ています。で、ポジションもですね、結構この岩場じゃなくて木のところを取って、で、上に立たせているので、またそれもね、台座っぽくてかっこいいなと思いました。実際お祭りだったのかな、提灯が1個見えるのがね、また楽しかったんじゃないかなと思います。これからもよかったら、日常の中にね、プランも持ち歩いて、あっと思った時にぜひ撮ってもらえたら楽しいかなと思うので、ぜひぜひ挑戦してみてください。ありがとうございます。ということで、今回も15投稿を紹介させていただきました。なかなか面白い写真をですね、いろんな風景で撮ってるってことを教えていただきました。それもね、結構前に撮ったんですけど、みたいな作品も結構あって、びっくりしますね。こうやって外で撮るっていうのも、一個の楽しみ方だと思うので、皆さんもぜひ手持ちの作品で、あ、外が似合いそうだなって思うようなものがあったら、連れ出して写真をパシャッと撮ってみてください。いつもと違うね、スケール感だったりとか、かっこよさが増えたりすると思います。ということで、エクストリームフォトコンペはですね、ハッシュタグを2つつけていただいてですね、Twitter に画像を投稿してみてください。拾いに行きます。ということで、皆さんの作品もぜひハッシュタグで探してみてね。以上、もけんちゅ TV でした。またね、バーイ。